はい、どうも、毎度おなじみというか、大阪電気通信大学デジタルゲーム学科のブースでございます。紹介させていただくのは、いつもの通り私、大井でございますがですね、今年もう5回目になりましてですね、去年に引き続き3コマブースという結構広いところを使ってですね、全部で大体11作品ぐらい出させてもらってます。はい、今年やっぱり何が面白かったって言って、ですね、学生さんの、作るものバリエーションやっぱり広いのがよ広くなったっていうのはすごくいいことだなという気がしていますね。で、商用作品のアイデアと変わらないものが結構あるっていう、大学なんで、なんですかね、出来のその、なんていうかな、仕上がりの良さよりはどちらかというとアイデアを我々売っていきたいと思ってますので、アイデアを見ていただければいいかなというふうに思います。今年のアプリの、一押しと言われるか、一つなんですけど、イレギュラーズサイトって言って、これは iPad ゲームなんですが、これはですね、本体を持ったままで、本体を動かして照準を合わせて打つというゲームなんですけどね、やってみると、ちょっと離れないと危ないです。はい、あそこに、あの丸の中に入っていると、画面をタップすると打てるんですね。で、それをどんどん打っていくんですけど、で、わ かりますかね。だん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 体が勝手に反応していくんですね。で、マシンガンもあるんですけど、チャージするにちょっと時間がかかったりとかして、あまり近づくと、あまり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 あ
照準からすごく逃げ回るのがあったりとかして、これとっても面白い、よくできたゲームだと思います、はい、皆さんこれやっていたらもう自然に体が動くんで、後で腰が痛いとかそういうのがあるぐらいですね。あのこれ最終的にはですね、あの外の画面カメラもあるんで、外の画面と組み合わせて AR 的にあの拡張現実を取り入れた形でですね、やっていこうというふうには考えてます、はい、こちらエスケープフロムナイトメアというゲームでして、まあ、いわゆるダンジョンたあの脱出系のゲームではあるんですが、周りが基本真っ暗という状況でですね、ライトを置いていくことでその周りだけ明るくなると、でライトも寿命があるのでだんだん消えていくんですね。でその中で、敵のレーダーに引っかからないようにして、もう見つかると一発アウトというすごい厳しいゲームなので、あのそれ見つからないようにして脱出していくというゲームなんですが、これなかなかですね、あの難しいんですよ意外と。はい、中国人の留学生、うちの学科には中国人の留学生の、グループもいまして、そこが、作ったゲームです、はい、これはですね、あのフリーオーバーというのは、これはあの鶏が逃げていくんですけど、その鶏を追っかけてロボットがやってくるんですね。でそれから逃げ回るというゲームですが、はい、でこうやって逃げ回っていくとですね、そのうちロボット出てくるんですけど、もうすぐ出てきますロボット。あ、ほら来ました来ました。このロボットに捕まるとですね、えらい目に遭わされるんですよ。でこれよく見ていただくとですけど、結構ね、こう君あの細かいですけど、ここ丸ノコになってたりとかですね。あのちょっと、ああもう死んでしまうの。で焼き鳥になって食べられるっていう。簡単にやられてしまいましたね今。はい、最後にご紹介したいのはですね、あの初めてあの我々もチャレンジしている Android タブレットのゲームでして、フルリブラッド、あフルリボンドというゲームでして、これはですね、あのこの可愛いキャラクターをですね、あのこう飛び跳ねさせていって、このカゴの中に入れるというゲームになります。もうちょっとこう、あ跳ねていくんですね。でこう跳ねていくのを使って、このカゴの中に入れれば終わりという、あやりすぎた、こんなぐらいかな、こういうふうに、でこのカゴの中に何匹かを入れれば、面クリアというゲームです、はい、これキャラクターが可愛いんでですね、あのとってもあのいいと思うんですね、
はい、これもですね、あの 中国人の留学生グループが、作った作品です、はい、これもおすすめだと、まあ、いろんなメディアではですね、スマートフォンがあの押してきてるっていうような話があるんですけど、あの、まあ、長年ゲームショーを来ている身からするとですね、やはりあの本当のゲームとスマートフォンのゲームはやっぱり違うのかなっていうのが割とよく分かりました。あのいわゆるなんですか、携帯系のゲームの操作感というのと本当のゲーム機の操作感ってやっぱりだいぶ違うというふうに思いますね。であの、まあ、確かに今そちらの方がものすごい勢力が大きいのは確かだと思うんですけど、コアなゲーム層というのは必ずいるので、そちらの方に向けたものというのであの確実にやっていっているところというのが、まあ、最終的には生き残ってくる、ゲーム業界で生き残ってくれるのかなというふうに思いたいですね。特に今 iPhone とか iPad 系のゲームというのはあの本格的なゲームへの中間段階かなり進み始めていると思うんですね。でいわゆるガラケーでのゲームとは全然違いますから、でスマートフォンのゲームといっても今のスマートフォンのゲームっていうのはまだちょっとこうガラケー の勢いを引きずっている部分があるんですが、あの iPhone とか iPad 用のゲームでだともうかなり、本格ゲームに近いものまでできつつあるので、これがだんだん被ってきたときにさあどっちが生き残るかなっていうのが面白いところかなというふうに思いまして、今年は多分、ね、そのきっかけのある最初の年なんじゃないかなという気がしてます。